始めますかね。それじゃあ。
ちの部員じゃないよね。山岸さんの知り合い？あのさっき話してた。ああ、じゃあ彼が君のこと山岸さんから聞いてるよ。新入部員の当てにってなんとなくあなたの名前出したとこなの。あなたの方から来てくれるなんてすごく嬉しい子さん。あの僕平賀圭介、よろしくお願いします。圭介先輩しっかりしてくださいよ。お願いされる方なんだから。部長でしょ。そうだよね。相変わらずですね。山岸さんも復帰して新入部員も増えたか。僕ももう少し部活やろうかな。平賀先輩3年生だから今年受験ですよね。いや、あのそんなことよりもさ、君って美術できる人？そうか、じゃあ逆に僕らが教わる機会の方が多いかもね。ここでこうして会えたのも何かの縁だと思うし、席を置いてくれるだけでもいいんだ。いいよね。我は汝、汝は我、汝新たなる絆を見出したり、汝運命のペルソナを生み出せしとき、我らさらなる力の祝福を与え、一応ここの出入りは部活関係者のみってことになってるから、入部届だけは出してね。うちの部の活動日は火、水、木曜日だよ。テスト前の何日かは活動停止になっちゃうけど、おとなしく家で勉強しろってことだね。基本自由参加だけど、たまには顔を出してよ。まさか同じ部活になるなんてね。じゃあ早速手続きしてもらってよろしく。帰ったか。Mind your own biz, whatever life is, we gon' flow with yourself. Hey,
おはようございます。こちらエリザベスでございます。お話がございますので、ベルベットルームまでお越しください。あなたにとりまして重要な件と存じます。ではお待ちしております。そういやさ、お待ちしておりました。それでは。素晴らしい。楽しみにしております。ご用件を伺います。そろそろ今日は上がろうか。みんなお疲れ様。お疲れ様でした。お疲れっす。
じゃあ片付けて帰りますか。痛みの原因を明確にしておいた方がいい。重大な病気の原因である可能性もあるからね。頭の他に痛いところはない？鼻や喉は大丈夫？頭の上を押さえつけられてる感じ？あー、また始まっちゃった。圭介先輩の問診攻撃。山岸さん、当分返してもらえないわよ。大丈夫大丈夫、歩く保健室みたいな人だから。ありがたいんだけど、時々うざいって思う時もあるよ。あれ、大病院の一人息子なの、圭介先輩。病人を見るとほっとけないんでしょうね。多分どっかの医学部志望なんでしょ。後頭部から首筋にかけて痛む？後ろ向いてくれる？心配ない、ただの緊張型の頭痛だよ。すごくひどい肩こりってところだね。パソコンに向かってることが多いっていうし、運動不足なんだろうね。美術部の僕が言うのもなんだけど。ただの風邪だと思ってたんですけど。心配なら触診もしておこうか。上着脱いで胸出して、あと口開けて舌を見せてくれるかな。え？いや、大丈夫です。寮近いですし、彼も一緒ですし。ああ、ごめんごめん。で、君たち寮生なの？山岸さんはしっかりしてそうだから想像つくんだけどね。炊事とか。君も洗濯とかしてるの？一人で寂しくない？山岸さんの症状のことを無視しちゃって。近いって言っても歩くと距離あるんだし、大事を取ってタクシー呼んだら。揺れると頭に響くだろうから、ハイヤーの方がいいと思うけど。本当に大丈夫ですから。
ーダーはこういう SF 小説ってよく読んだりする？そうなんだ。それなら今日誘ってよかったかも。ごめんなさい、読んでる最中に話しかけちゃって。せっかくの機会だし、読み終わったら感想を聞かせて。あ、もうこんな時間。リーダーは、え、すごい、もうそんなに読んじゃったの？あれ、私もこんなに。いつもより集中してたのかな。あのね、よかったらなんだけど、またここで一緒に読まない？本を読むときって一人が当たり前だと思ってた。でもこうやって誰かと一緒だと、もっと深く本の世界に浸れる気がして。私、時間があるときはここにいるから、声かけてくれたら嬉しいな。じゃあ今日はこれで。おやすみなさい。お疲れ様です。せっかく来てくれたのに悪いが、今日の会議は手短に済んだから、もうみんな帰ったぞ。うるさい外野がいなくてちょうどいい。ああ、今日中に片付けたい作業がある。例の男子トイレの吸い殻の件、被疑者候補の割り出しを急がねば。見ての通り、定例会の実施は不可能だ。君も帰ってくれて構わない。そうか、時間に余裕があるのなら少しだけ昔話に付き合ってくれない？
地位も名誉も学歴もない男は何をよりどころに社会貢献に努めるか真心だとある男に言われたんだ。その男が今どうしているか教えようか。ある報道番組の取材中に女性レポーターが局側の過失の事故で負傷した。不慮の事故として扱えと指示を出したのは上層部のお偉方だったんだが、事実の隠蔽を週刊誌に嗅ぎつけられると局は番組担当の構成作家を担ぎ出した。現場の判断で事実を隠蔽したとね。トカゲの尻尾切りってやつさ。僕に真心と真剣に話してくれた彼は業界から追放、生涯の転職を失った。永遠にね。この社会での弱者は強権者の糧も同然だ。真心では、綺麗事では勝ち残れない。僕はね、弱者を出さない組織を作りたい。そのためには強権者をも裁くことのできる絶対的な秩序の構築が不可欠なんだ。さて、作業は一段落したし、玄関までだが一緒に行かないか。おかえり。そういえばさ、ちょっといいか。今夜急に理事長が見えることになった。帰り次第4階の部屋に集合してくれ。
わかりました。じゃあ伝えたぞ。なんだろうな、急に。新作ダジャレのお披露目会か。そうね、でもちょっと気になるし、今日は寄り道しないで帰ろうかな。ホロちゃん、お手。おお、したした、賢いぞ。あ、おかえりなさい。おかえり。どうぞ、ほら、コロちゃん、ご挨拶できるかな。神社の階段のとこにいて、狛犬みたいにじっとしてるんだけど。この犬相変わらず一人で散歩してんのね。一人で散歩？ああ、その犬はね、長泣き神社の神主さんが可愛がってた犬なのよ。この道は夕方に必ず散歩するお決まりの道でさ。だからここにいたんだ。まあ、生前の話だけどね。え？生前？あれだ、聞きたい？そうね、半年くらい前だったかしらね。神主さん、お散歩中に事故で亡くなってね。それからっていうもの、その犬、決まった道を散歩する以外、事故のあった場所から動かないのよね。無理にどこかに連れてくわけにもね。この間もうちの息子がね、あら、いけない、こんな時間息子が帰ってきちゃうわ。お前中堅なんだ、泣かせるじゃない。このあれ、この子どうしたの。うん、ごめん、気のせいだったみたい。あ、それより今日って確か理事長が来るって。私たちもそろそろ中に入ろう。そうだね、コロちゃん、またね。いやー、どうもどうも。調べ物に答えが出そうなんで、いち早く伝えようと思ってね。例の満月に出るシャドウの件だよ。ちょっと面倒なんだが、よーく聞いてほしいんだ。実はシャドウはその性質によって12のカテゴリーに分けられる。このことはだいぶ前から分かっててね。生物学の何かや何目みたいなもんだ。で、これまで出現したシャドウをこれに分類してみると、実に興味深い。なんかテンション高えな。あの、続きお願いします。すまない。でだ、これまでのシャドウ4体は現れた順にカテゴリーの1から4だと分かったんだ。見た目は大層特別だったが、連中にもこの分類は当てはまるらしい。それってなんかすごいことなんすか。そうか、つまり大きなシャドウは全部で12体いて、残りがあと8体ってことですね。さすが山岸くん、飲み込みが早いんだから。へえ、そうなんすか。実際シャドウって何がしたいんすかね。いい質問だね。実は目的がよく分かってないんだよ。連中は獲物を殺さずに精神を食らう。捕食には違いないが、生き物のようにただ繁殖するのが目的なら遠回りすぎる。シャドウは総体として何を目指す存在なのか、その辺は研究中なんだ。面白いですね。ただシャドウが何であっても、残りも全部倒すだけのことです。そうだな、連中の目的が何であれ、全て倒すしか今は対処のしようがない。あと8体か、相当だな。それデータでは来るたびに強くなってます。
こちらも力をつけないと。なんとかするさ、時間は十分ある。タルタロスか、なんであんなものがあるんだろう。Hear that intro, why don't you go kill yourself? La, 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 la.